月10日土曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 皆さんどうも竹坊です。どうぞよろしく。今回は某人形店の看板犬マシロの動画です。このマシロという犬は白柴犬です。半年ぶりにね、姿を現していました。その様子の動画です。時間との戦い、ファイブ動画。いるかな、いますかね。あ、いた、いた、いました。大当たり犬マシロちゃん、マシロちゃん半年ぶりだね。マシロちゃん半年ぶりや。マシロちゃん、あら、うわ、ずいぶんと、あら、毛が、背中の毛が随分となんかこっちになって、もう白くないじゃん、これね。マシロちゃん、あ、手を、今度は手を前に出して。はい。はい。あ、当たった当たった。マシロちゃんが、いました。マシロちゃんいました。舐めてきました。ね、お手はどうでしょう。あ、舐めてくる。舐めてくる。顔どうだ、すごい、うわ、すごいな、これ尻尾だね、結構茶色だね、茶色だね、なんかいいもの、なんかいいものつけたい。いや、鼻はまあ相変わらずだったな。はい、あ、なんかあった、看板がここになんか2025歳女の子だって。あ、懐いてる、懐いてる、尻尾ついてる、懐いてる、懐いてる、懐いてる、いやー、いいね、懐いてる、懐いてる、いや、懐いてる、懐いてる、うわ、すごい、懐いてる、懐いてる、半年ぶりだ、半年ぶり、いや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 、半年ぶりだから、半年ぶり、半年ぶり。ああ、なんかこういう、耳の先端がなんか、茶色くなってる。もう白くない、白くないというか。はい。軽いな。はい。どれ、どれ。はい。さすがに飽きたかな、さすがに飽きたでしょうか。ユーヤンさんのことこっち行ってみた、こっち、はい、はい、よ、まあ飽きたかな、さすがに。中に入るかな、こんな、あ、ふわふわだな、これ。すごい、ふわふわ。ふわふわなベッド。まあ、なっちゃった。ふわふわなベッドだ、ふわふわなベッド。ふわふわ。ひげはなんかあれだね、ひげが。ひげが結構。うん。こんなところ。ニャンニがちょっとあるね、ニャンニが。うん。なんかいいもん、なんか、このなんか着ているものが日本風っていうか、柄、日本風というんだろうね。あ、近寄ってきた。近寄ってきましたね。うん、いやー、なかなかいいもの。色がすごい可愛すぎや。今日は看板犬、マシロを触ってみたという動画でした。進行役は竹坊でした。